するしない。どうも、稲田彦です。今回はなんとじゃん、新潟にやってきました。ということで、新潟の村上市にやってまいりました。今日は私、選手としてね、ゲストプロとして麻雀したいと思います。しっかり勝って、コツも打って栄えらせていきます。行ってきます。栄えらせてきますってなんだ。栄ってきますも違うな。夢じゃないです。ただいまより第34回国民文化祭新潟2019第19回全国障害者芸術文化祭新潟大会、全日本健康麻雀交流大会に村上の開会式を行います。お二人には出会い対決コーナーで最年少社長、浦沢壮太殿、最高齢社長、日川平家殿。お疲れ様です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 。ありがとうございます。もうこれは殴り合いです。あとは。どう？やめてよ。え、これってこの上から描くんですか？あ、そうです。先にやっちゃった方がいい。え、どうしよう。はい、できました。一言。え、描くんですか？私です。なんで怒ってんの？なんなのこの写真。なんなのこれ写真。かっこいいですよ。違う違う、俺は笑顔でいたいんだよ。全然笑顔じゃないじゃないですか。なんなんだよこれ写真。選ばせてくれないからね。ありがとうございます。字が汚いけど、まあいいや。はい、ごめんなさい。山形の酒田に来てるんですかね。あ、そういうことはよく言ってます。こういうシャンケースの体調子がプロ目指しちゃう。目指しちゃう。はい、ありがとうございます。いや、決めたんですか？誰が手に書きました？太陽犬でお願い。初めて太陽犬
とうございます。今日は どちらからいらっしゃっていただけますか。私なんで。あ、はい、じゃあちょうど了解です。見学来ていただいて。見てますか。見てますね。これ今日は娘が会いたがって会いたがって。5年生。3、2、1。もう一枚いきます。パチッ、ありがとう。1000円でいいよ。あ、嬉しい。ありがとうございます、はい、真ん中 OK。 はい、大丈夫です。これだわ。わざわざね、ありがとう、来てくれて。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ひなたあいこです。これ、ね、はい、これ、ありがとうございます。ありがとうございます。どう見ても新商品がやってまいりました。これはもうおそらく太陽の技研だと思います。ということはケミターン。ご無沙汰しております。ケミターン、ケミターン、今度は何作ったの。ケミターン先日、何何、お座りください。すいません、なんか先日、はい、発売しました手積み用の麻雀の台。何、ジャンウェイ。はい、ジャンウェイ。おしゃれな名前つけたね、ケミターン。もう本当に手軽にいただけるマージャン台でして、なんかちょっと懐かしい香りがする。手積みの卓ですね。あ、折りたためるんだ。本当だ、はい、え、ま、結構軽いじゃんこれ。軽いですね。重量は約6キロ。え、全然軽いですね。これが何、新しくできちゃったの。はい、やっちゃうね。太陽はやっちゃうね。テーブルだけではなくてですね、これ何ですか。初めての方でも計算ができるという。すごい。え、待って、どうす、これ多分来年にはパクられてるよ。このシステム、これも画期的ですね。一緒にセットでお付けします。マージャンパイは別売りになるんですけれども、タッグとこのハヤハヤと、ハヤハヤ、はい、アシスト、ハヤハヤがついてくるんですね、はい。なるほど。これすごいですね。ちゃんと形にもなってるし、アンコ民工の負の計算も分かりやすい。見てくださいよ、点数まで。はい、じゃあこれからマージャンを覚えてくれて、はい、仲間と一緒に打ちたいよって人にはちょうどいい手付けですね。はい、失礼しました。しかも見た、気づきましたけど、手配のあれでしょ。17山ね、え、並べていただく時のメモリってことでしょ。数えなくてもいいと。すごくないですか。なんかよく5にね、3333持ってこいって言うけど、そんなのいらない。このメモリがあればできちゃうんだ。しかも可愛い色ですね、はい、女の子系そうそう。さあ、というわけでケミターン、はい、新商品のこちらのジャンウェイが発売されるんですけれども、こちらはどうやって購入すればいいんですか。そうですね、インターネットを、検索していただければ購入することができます。ネットショップですね。はい、はい、いくらかは分かんない。そうですね、おそらくいくらなんですか。おそらくは、おそらく100いくらなんですか。1万円は来た。え、こんな安いの。はい、それ大体的に売ってった方がいいですよ、もっと謙虚に分かんないでするじゃなくて、はい、これから売っていただいて、はい、アピールさせていただきました。こちら覚えてての方にも分かりやすい、こちらのね、ハヤハヤがついてますから、ぜひ皆さんこちら購入してみて、ご家族お友達と一緒に楽しいマージャンライフをお過ごしください。ありがとう。長い一日が終わってしまって、4班ちゃん打ち終えて閉会式も終わりまして、もうそろそろ帰る時間になりました。もうめちゃくちゃ声かけてもらいましたね。あの、スルシナイ見てますだったり、あのアベマズ入ったのおめでとうだったり、もういろんな方と交流してまして、すごい立派な会場ももう
ガラガラでございます。みんな帰宅早いね。というわけですごい楽しい一日になりました。これからプロのみんなとお家帰りたいと思います。今日も動画見てくださってありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もフォローしてください。というわけで来年は宮崎ですよ。ヒューガと書いてひなた呼ばれるのかな。ぜひ行きたいと思います。呼んでね。またね。バイバイ。